ヤナとの魂好みに刻み、マナとの共演、夜明けの光、浮き沈みこの世は乗車必須、されど花となり咲き乱る桜花ビーフィー。文化系トーク YouTube グランパンパースです。ラジオ配信して失礼いたします。共有情報でございます。とあるランキングで非常に BMSG の BE:FIRST、アイルザ・ショーダ、ノベルコア、エディ・ボーイがね、非常にこの4組がすごい上位にいるっていう形で先ほどありましたので、これが非常に素晴らしいなと思いまして共有させていただきます。今はね、モザイクかかってると思いますので、モザイクを取ると、こんな感じになります。はい、もし見づらかったら拡大をしていただければと思うのですけれども、見ての通り歌マップという歌詞検索のものがランキングで出ておりまして、こちらの方で歌詞を検索したもののアクセスランキングが出ております。で、1月27日のデイリーの方でこんな感じになっております。こちら1位から10位のところに、なんと BE:FIRST をはじめとして BMSG のアーティストが 9個入ってます。素晴らしいですね。8位のね、オホールニューワールドでディズニーのね、アラジンの曲がなぜか検索されているのがなんか面白いなって思ったりするんですが、見ての通り1位がギフテッド、BE:FIRST、 2位、3位、4位がアイルダ・ショータと書いてありますが、ショータくんの曲ですね。やはりショータくんの歌詞の世界観っていうのはみんな非常に気になっておりますですし、オーロラ・トキオに関してもこの間コラボさせていただいた美咲さんがですね、その後すぐに、コラボした後すぐに歌詞を見ていたので、やっぱり翔太くんの歌詞っていうのは非常にこう気になるというか、すごい気になって仕方がないって言った方がいいですね。そういう感じなんだなって思います。あとノベルコア君の Thanks All My Tears ですね。こちらラン君が MV で踊っているやつでございますけど、これもね、歌詞の内容すごくいいですからね。そして6位が118、エディーボーイ、ソータ、ノベルコアと書いてありますが、そうですね、こちらも非常に嬉しいですが、やはりこれはね、そもそもラップだし、しかも歌詞の玉数が多いので、やっぱりすぐ調べたくなりますよね。私もね、すぐに調べました。で、7位がキックスタート、 BE:FIRST ね、こちらももはやキックスタートはね、もうザ・ファースト見ていればね、何回聞いてもね、泣けるし、何回聞いてもあの時のことが思い出されるっていう形で、まあむしろ私たちよりもBE:FIRST のみんなが一番そういうことを思ってるんだと思いますが、で、8位のホールニューワールドは抜かしまして、9位のファーストステップ、そうですね、これでギフテッド、キックスタート、ファーストステップもリリースしてからそれなりに時間も経ちましたが、未だに入っているっていうところ。そして10位がエディーボーイクのノーですね、ここにも入っております。で、さらに下の方に行きますと、16位にトゥーザファーストスカイハイっていう風に入っておりますし、それから19位にワンモアデイフィーチャリングレイコ、レイちゃんをフィーチャリングしたワンモアデイが入っております。そして22位のところに DOG フリースタイル、ノベルコア君の曲が入っておりまして、こんな感じで非常にこうね、 BMSG が歌詞が検索されているっていうことになります。で、これがどういうことかって言いますと、みんなね、やっぱり歌詞を気にしてるっていうことになりますね。それまあ当然ちゃ当然なんですけども、私はその K-POP を結構聞いてきた時期が長くて、やはり韓国語の歌詞になってくると、検索してもなかなかそれをカラオケで歌うっていうのは、まあ中にはいましたけどね、BTS の曲とか歌っててすげえなこの人って思ったりしましたけど、そういう感じだったりするのはあんまり多くなかったんで、やっぱ日本語の曲だっていうところがこういうのはでかいのかなっていう気は改めてですけどしてますね。まあ当然ちゃ当然なんですけどね。まあ、カラオケが今ちょっと感染症の状況なので、カラオケに行くっていうのもあまりできませんけどね、人からだったらいいのかな、まあ、ちょっとその辺も含めてみんなで歌うっていうことにはなかなかなりませんが、カラオケで歌われた回数っていうのも結構そのオリコンだったりとかランキングに今後反映されてくるっていうのがあるじゃないですか。で、歌詞を検索してるってことはみんな多分ね、これね、歌いたいんですよ。あるいは家でみんな歌ってらっしゃるかもしれないね。なんかね、特に BMSG はラップ曲がすごい強いので、ヒップホップやラップが分かる人たちとか歌える人たちが今後いっぱい増えていくんじゃないかなって思ったりするし、なんだったら118とかね、エディ君、ソータ君、ノベルコア君のところで3人でね、歌ってもらったらすごい面白いと思うけど、ただぶっちゃけ難しいですけどね。はい、というわけでね、この歌マップの方でデイリーでね、この通り1位から10位までの間にBMSG のアーティストが大量に入ったということで、これを共有とさせていただきました。はい、まあ、こんな感じでね、たくさん歌詞を検索してくれているっていうことは、
カラオケで歌ったりとか、そもそも興味を持ってくれてる人が多いということにもなりますので、今後の動きがさらに楽しみになるんじゃないかなというふうに思います。歌マップ .com の方の、概要欄の方にリンクを貼っておきますので、ぜひそちらの方から行ってみてください。デイリーランキングの1月27日のもので、この今載っているものが出るようになっております。はい、ではよかったらチャンネル登録お願いいたします。では失礼いたします。言いたいことは今日言っておく。グランパンパースでした。果てしない空へ。